どうも皆さんこんばんは、ココレモンです。今日は宇宙人狼アマンガスやっていこうと思うんですけども、前回に引き続き近くの人と会話ができるモードで遊んでいきたいと思います。簡単なルール説明は前回の動画に載せてますので、もし必要な方はそちらからご覧になってみてください。一応続きになっているので前の動画から見るとより楽しめるかと思います。ではよければご覧ください。どうぞ。ガルルルルルルルガルガルルルルガルルルルルフードとか引いてたらなんか機能トレンドになってる。ガルルルルルなんか X の時もなんかニューロめちゃくちゃ落ちてたみたいな、なんかニューロ落ちてるみたいな、なんかいろいろトレンドするよね、ニューロ。あ、いけた。ガルルルルお願いします。お願いします。おねしゃしゃすぞ。お願いします。よーし、クルーだ。さあ行くぞ。怖い怖い。来た来た来た。さあ行きましょうか。発言は控えましょう。あ、ここだ。あ、いたいたいた。あ、ちくさん、ここですね。ファッションテですか。ちょっと待って、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 女子高生みたいになってる。女子高生が落ち着いて、落ち着いて。遠い時に言うやつじゃん、それ。はい。エンジンルームではいて、エンジンルーム、エンジンルーム。で、武器庫に行ってタスクをやり、ヒラさんに会い、その後一人でコックピット行ったら、コックピットの弁当の中から笑い声聞こえてきたんですよ。誰誰の笑い声？誰だ誰だ誰だ誰の誰誰？嘘。誰？誰の笑い？誰だ？あのね、あの弁当の中だとなんかあの空き缶ので喋ってるみたいなこもってる声が誰かまだ分かんなかった。はいはいはい。ええ。誰？え、今の感じだとココさんなんじゃないですか？僕、いや僕じゃない僕じゃない。僕じゃない僕じゃない。じゃあこれ一人ずつちょっと左上のフルコンさんからあの短く笑っていきましょう。あーなるほどなるほどなるほど。あのフルコンさんからあのザムさんとバブリーナさんは、うん、あの右上のアーカイブのところで、うん、あの停電直しに行こうとするかすかに見えた。あまドアの前で3人が挟んで、うん、キッチンマンさんと2人はそのコックピットは無理やと思う。そうですよね。バブリーナさんキッチンで会えたのにもう右上のアーカイブの方まで行ってた。キッチンで、いやアーカイブじゃないですよ。私エレクトリカルの階段とか登ってましたよ。え、あれバブリーナさん、あれ階段エレクトリカルでベルクラさんとベルクラさんとが聞こえてきて、エレクトリカルでベルクラさんとバブリーナさんに会って、そうです、そうそうそう。でベルクラさんと上がってきたんか、ごめんなさい。ベルクラさんとフルコンさんだと思う、多分これがインポスターインポスターいるって。ベルフルザムは右にいたと。そうですね。でバブリーナさんがエレクトリカルに行ってるのも本当です。はい、うん、そうですね。スマホさんも見てキッチンで一緒に置いてたと。キッチン脇バブさんと二人で、で、うん、俺は武器庫に行ってヒラとすれ違ってエンジンされる宿舎前、うん、でミーティングでボタンを押した定年の時にずっと上に行った、うん、そう、僕も僕目線ヒラさん絶対無理なんで、うん、ココレモンさんとパンキーさんが置いたんですよ。僕は金庫室、あ、いいじゃん。あ、金庫室？はい。いや、絶対弁当でしょ。絶対弁当でしょ。じゃあ、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 今笑ってた。最初、いや、じゃあ、じゃあ、じゃあ、俺じゃなくて、最初、金庫室にいて、そっちからのエンジンルームの方行ったんですよ。じゃあ、俺とすれ違ってないとおかしい。俺とすれ違ってないとおかしいね。俺じゃないって。やばい、やばい、やばい、やばい。俺じゃないんだって。これで一郎取りそうになった。やっば。マジ？貨物室。いや、嘘。マジ？
なんで？いや難しいな。クールポコネタ、クールポコネタ笑っちゃいましたね。いきなり食べちゃった。びっくりしましたよ。びっくりした。親方を出ようとしたらガブですもん。あ、本当。いやもう、いやキルクールも早く終われ終われ思ってゼロになった瞬間食っちゃったわ。案の定疑われましたね。あ、疑われたね。いやまあね、確かにね、笑い声がね。あんな響くんすね。響くんだね。で、どこまで聞こえてるかね、わかんないからな。めっちゃ聞こえますよ。なんか最初誰かの断末魔かと思ったんですけど、はい、笑い声だったんですね。やばい、笑い声抑えないといけないわ。誰も死んでない。バイタル見たけど。嘘だ嘘だ、レプさん俺のこと殺そうとして来ないで。今歌が俺が殺したいな。え、なんかレプさんがコミサボの時逆言ってたからすごい怪しい。いやこれ殺した人には声聞こえるんだよね。クロアを。いやなんかね、もうちょっとやりたかったな。そんな俺ね、俺じゃなかったらどうすんのよ本当に。ねこれ、あ、ここで見れんだ。ついて。あ、死んでる。いいよ。怖いな。シャワー室です。はい、死んでたの。シャワー室。待って、ごめん、はい、バブリーナさん。これココさんじゃない。ココさんじゃないし、ダブルキルが起きてて、これはレプさんと俺が証明するけど、ちょっと前、俺じゃない。バイタル見て死んでないからダブルキルが。俺じゃない。停電中に。ダブルキルじゃないでしょ。え、チクダブルキルじゃないでしょ。あのチクは殺されて、ここでも先輩釣ったからダブルじゃないでしょ。そうだよ、ダブルじゃない。そうだね。どうしたのかなと今。何を言ってんだよ、俺を釣ったじゃねえか。自分のレプさん来る前バイタル見て死んでなかったんで、そうですね。死体どこだったんでしょ。シャワー室です。シャワー室のあのそうですね、真ん中ぐらい。なんかバブリーナさんだよね、死んだの。俺バブリーナさんとメインホールまで一緒にいて、で最初までレプさんが黒いって言ってみんなにあの悪い噂を流したんだけど、あの野郎、インターネットに書き込みをしたんだけど、レプさんが、でもメインホールであのバブさんがやだ怖いわねって言いながら、俺はメインホール下行って右のシャワー行ってるから、シャワールームで死んでるのはまず間違いなくて、でザムがセルフをする可能性もないとすれば、俺は診察室で多分レプチンさん見たと。俺見たでしょ。あ、見た、うん、で貨物ラウンジ、アーカイブ、シャワーって流れ、うん、その道は間違ってないと思う。で、直近で殺されてるから、そうするとまあ一応残念ながら置いときながらも、あ、バブさん、あ、ごめんなさい。そう、マジですか。霊界同士はいけるんですよね、話ができる。あ、霊界同士ですか。できるんです。いけるんです。聞けなかったらごめんなさい。ちくさん、しかとさん。ごめんなさい。今コメント欄で教えられてました。フルコンさんにやられました、私。ああ、じゃないのか。僕はもうチクさんをね。まあ、だいぶ前の話か、邪魔をがシャワーにいたから。すぐ食べちゃった。なんか、シャワーまでは行ってないわ。行ってないし。開幕やられちゃった。ねえ、なるほど。これみんなちゃんとアマンガスしてるんだもん。エンジンルームらへんのとこでずっと本当だ。いや、雑談配信で終わると思ってた。そうそうですよね。やべえみたいなずっと言ってたんだ。僕を殺し損ねた時のセリフだと思います。やばいやばいやばい。断末魔が。もうなんだ、行かれてんで、チンパンジーみたいなのいたけど、今の行かれてんだ、ほんまチンパンジーみたいな。フルコンさん、私の声聞こえるでしょう。あの会議中喋ってなかったように聞こえたから、喋って、あ、いや一応最後の一言だけ喋ってたけど、
確にそういうことやったね。あ、大丈夫。そうです、霊界、霊界からあなたに話しかけています。ハッピーの使い方ちょっと危ないような気がするけど。確かに、ただ僕にめちゃくちゃ殺意を向けてきたんですよ、この辺りで。そうなんですよね。つきまとってるよ。おっ、即答ああ、こう見れねえ。なんだ、やられたー、なんか、あれ見てた、あれ、ほんとだ、死んでる。いや、ちょっとファンキーの釣られ方が勢いすぎたんで、あの、そうですよね、私入れてないですよ。自作自演よ。なんてあの曲、あの曲編。チンパンジーみたいな曲が最後進化しました。すごい声してた。すごい声してましたね。霊界に来ましたからね。霊界で笑ってますよ今。フルコンさんがだってコックピットで見てて、ベルコンさんがキコの方行ったんだったら、シャワー室で死んでるのはもうザムさんしかありえない。もしか浮いてるパンキーさんかヒラさんかなと思ったので、まあ順当に考えるならザムさんしかいないんですけど。で今回ヒラが死んでる件を多分詰めた方が良くて、アーカイブに俺とレプさんが湧いて、湧いた。で、さっかもついてました。あれ、脇ってどこでしたっけ、あと。あれ、宿舎前、エンジン、メイン、キッチン、貨物、アーカイブです。あれ、どこで湧いたっけ、俺、アーカイブ。あ、どこで湧いたっけ、アーカイブだったっけ。いや、宿舎で湧いたんだよな、俺は。俺は宿舎に湧いてもミーティングのタスクやってすぐ押した。誰とも会ってないから。そうね、フィルコンさんが上がってる音を俺、昇降機のペロペロに乗ったタイミングでコンコン聞こえたから、なるだろうと思って。ペロペロコンコン。ペロペロコンコン。階段登ったのも1回だけだから、キルフルダウン的にフルコンさんになるんじゃないかなと。ワンコンさんは多分そうだね。まあでも俺、アーカイブのタスクやってから左行ってるから、ワンチャン35秒上がってるかもしれないけど、まあでも上でやってる可能性が薄いとすれば、ザムベルのどっちかじゃないかなと思うんだけど。でも俺、アーカイブ脇だよ、直近だったら。アーカイブいなかったっけ。早かったんじゃない、なんかみんないなかったよ、周り。ちなみにアーカイブで湧いた時、ザムさんちゃんその後どこ行ったの。あのシャワー室で、あのなんかあのコード入れるやつで、あれで結局コード間違えてもう一回コード見に行った、反対側に。ザム待って、ザム待って、俺アーカイブでタスクやってっから俺と会ってないのおかしいぜ。え、やばいぞ。あれ、マオいた。マオさんでも、おや、アーカイブまず真ん中取って、俺左、俺マオいなかったよマジで、マオいなかった、いなかった、いなかった。いやー、これ入れないとやばいっすよ。でも投票これマオいなかったよマジで、本当に。どうしよう、これだって左上やってるから見えない位置には行ってないと。これザムさんじゃないんじゃないですか、これ。すごい投票意識。ナイス。俺から正直よくわかんないんだけど、ザムさん、え、ザムさんだったの。今のマジでわかんなかった。疑心暗鬼になっちゃってるじゃん。レプさんなんじゃん。疑心暗鬼になってる。サボタージュうまく使おう。いやね、難しい。俺、マップも覚えなきゃいけんし、みんなのちょっと動きも見たいし。あ、いっぱいいる。いっぱいいる、いっぱいいる。フルコンさん。お前、マオ嘘つくな。マオ、アーカイブいなかったぞ、マジで。ガレプさん怪しいんだよ。死亡した。死亡。あれ？あ、キッチンいける。やべえ、俺もっと押せる。ベルクラさん押してる。押します、押します、押します。はい。ありがとうございます。はいはい。ありがとうございます。ありがとうございます。これ合ってましたよね、ザムさんで。この村、何やってない、やってないよ。嘘つくんじゃねえ、合ってねえ。あ、そっか。最初に弁当の中にバーチャルがいるよっていうので、ここでもさ、釣ったんですけど、まあ、それが正しいのであれば、今までの。これ、俺でしょ、コックにしてるの？ザムさんと山内が。僕ですよ。笑い声、笑ってたの俺。弁当の中で笑ってたの。
なんかあれ議論をあの後議論俺ボタン押そうと思ったらファン君勝手に死んだからもう押すこともなくなったからなんかもう全然全然なんか困ってるなと思って私やべえって言ってんの聞かれてただけで殺されたんだよごめんねファン君笑い方がせいでちょっと共有終わったんですよねあれ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 あ別にあそこだって私インポスターだったからふざけんなアーカイブいなかったんですよ切るまで待って恨み節がこの目線タワーのはあのベルクラさんできないんで、はい、あの、うん、バブリーナさんですよね。そうです、うん、ブリーナさん系あのベルクラさんと会って、うん、別れた後ベルクラさん下側行ってるのを見て、うん、まあ弁当使ってたわかんないですけど、うん、それはベルクラさん本当なんですか？個人的に間を釣りで本当ですよ。あの国際的にマスは言って分かりますよね。そうですで私武器庫の方に行ってっていうのはもうマジで分かんない、まあ、確かにね。確かなんだなんアマンガスしてるなフルコンさんとでも、うん、急に始まったな急に始まったなちゃんとやんなよまずちゃんとやんなよわし一回もアマンガスできてないんやけど本当だ俺もただ笑ってただけだからね笑ってたら釣られるの今思って結構やべえな怖いよ高笑いしたらやられるそうマジで怖いよね、笑ったら死ぬアマンガス笑ったら死ぬアマンガスおい俺セルフィじゃねえぞふざけんなマンガス適当になってんじゃんちょいちょいガバガバ私はスキップいきますから行けそうだな、うん、これはあらあら怖いスキップしていいまだ残ってるからなこれどうしようかなやばい怖いな見たいなマジでわかんないやばいどうしよう人がねどんどん死んでいくこちらあの困惑しているおじいさんですねこちらはい、人がどんどん困惑して、おこれ飛び降りるんじゃないですかこれ困惑しすぎて飛び降りるんじゃないですかいやいやいや、でもここでちょっといや、っていうか高笑い、俺笑ってただけでね、今も本当そうだよ笑ってるだけで追放される、怖いんですけど勘弁してよ俺はインポスターだろうがクルーメイトだろうが多分笑い続けるからねどこいるとりあえず邪魔していこうみんなどこにいんのだってこれ誰も押せないもんねこれペレ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 レフさん怖いんだよねおはいはいあいいねいいねありがとうございますなるほどじゃあフルコンさんですじゃないかはい、うん、僕あマオが死んでるの今アドミン見てたんだけどうん、診察室か貨物が2で、で、うんうん、武器庫1ってなって死に合ってまおうそれがベルカさんだったんですはい、うん、マジでフルコンさんです適当なこと言って死に合ってまおうフルコンさんですそうですねまあレプさんが犯人だったらここで押す必要ないですよねちなみにマジでアーカイブいたかんなあれ本当にマジかごめんベルクラさん、うん、俺がセルフした感じだったけど俺マジでクルーだったんだよめっちゃ根に持つじゃんあれめっちゃ根に持つじゃんマジ許さんの許、うん、いや多分ね合ってますねこれはよかったあれ誰がインポスターだったんですかこれあと誰と誰ココレモンとフルコンさんです。あ、はい。俺いや俺ただ笑ってただけよ俺。笑ってただけで釣られるってめちゃくちゃ怖いんですけど。あの地方やったのはここレモンだよ。まあまあね。聞かれちゃう笑ってるの聞かれちゃう。